さんこんばんは、小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。本日は11月20日。寒いね。もうダウンってほどじゃないけどコートいるなって。ただでも昼間晴れてあったかいと、その夜とのこう若干っていうほどじゃないか、もっとか、寒暖差があるからやっぱコート持たないとちょっとっていう風になってきましたね。ちょっとした悩みなんですが、うちは猫ちゃんがいるんで黒い系の服ってやらコートやらがもうすぐ毛ついちゃうんですよ。だからコロコロを持ち歩きたいなんて思っているんですけれども、ここらじの方でめでたいことがありました。ちょっとメール読んでいきたいと思います。ココネーム71さんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんにちは。こんにちは。ココラジ公式ツイッターフォロワー2万人、到達おめでとうございます。ありがとうございます。1万人達成したのが、2020年の10月20日のため、約2年で2倍もの方々へココちゃんの言葉が届いたことになりますね。これからも変わらずココちゃんが僕たちにくれる、優しく心温まる時間をこれからも楽しみにしつつ応援していきます、というメールでした。ありがとうございます。そうなんです、最近ね2万人達成っていうのかな、したってことで嬉しいですね。こんな私の拙い番組が来年の春でもうすぐ4年になるんですかね。いや嬉しいね。いや 2万人、まあもっと聞いてくださる方はもしかしたらいるのかもしれませんが、なんか時間帯も変わってないんですよ、ずっと日曜日の夜20時。まああとはリピート配信とか放送もあるとは思うんですけど、いやなんかこれからも変わらずに続けていけたらいいなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。来年なんかあったらいいね、ココラジでね。はい、お願いします。そしてちょっと番組の冒頭ではあるんですけれども、私からの大切なご報告がありまして、あのすでに発表はされてると思うんです、このタイミングで。ただ改めてちょっと私からあの言わせていただきたいというかなんですけど、あの来年ですね、あの事情を知らない転校生がぐいぐい来るという作品がありまして、そちらに出演させていただくんですけれども、旦那との共演が決まりました。石神静香と再共演ですそうなの。女の子の方が西村あかねって女の子なんですけど、その子の方を私が演じて、高田くんって男の子の方を静香が演じます。静香がぐいぐい来る作品です。どうなるのでしょうかちょっとねこれもいろいろ話したいんですけど、まだまだ情報あのそれぐらいしか出てないと思うので、またおいおい話していけたらいいなと思うんですけれども、私からの大切なご報告でございました。これからもよろしくお願いいたします。何これそれではそろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。ネギトロさんからいただきました。小原の声で聞きたい日本語、日向ぼっこ。小原好みの心置きなく。改めまして小原好みです。日向ぼっこ。だんだん寒くなってきているので、猫のように体を伸ばして日に当たるのが気持ちよくて仕方ないです。余談ですが、幼い頃は日向ごっこだと思っていました。かわいい。そうね、最近寒くなってきたので、お部屋ちょっとだけ暖房をつけるようにはしているんですけど、うち窓が、カーテンじゃなくてブラインドなんですよ。で、ブラインドちょっとだけ上げておくんです。外の景色が見れるように。で、猫カメラみたいなのを置いてるから、たまに外から、様子見てみると、
日が当たってる時間帯になるとなんか体伸ばして2匹並んで寝てたりして、ああいいな、私も一緒に寝たいなって最近よく思ったりしています。はい、ということでじゃあ普通歌読んでいきたいと思います。ここネーム33001番のゆうさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、ココちゃん、 YouTube のチカッとチカチカの再生数回数がいよいよ2999万回再生されていますよ。もしメールを採用していただけたのなら、このメールを読んでいてもらっている頃には3000万回再生を超えているかもしれませんね。あ、申し遅れました。33001番のゆうと申します。あ、知ってます3000万というと金星が地球に最接近した時の4分の3ぐらいの距離の数字ですね私はわかるけどリスナーさんポカンとしちゃうんじゃないかなもし3000万回再生を超えていたら、チカとチカチカに対しての思い出話や、ねぎらいの言葉など何か一言ください。ではゆうさん、ありがとう。このメールを読んでいる頃、超えました。3000万回再生超えました。嬉しいですね。いやーね、チカッとチカチカ知らないっていう方もいるかもしれないんですけど、かぐや様を告らせたいという作品がありまして、私藤原チカちゃんとして出演させていただいてるんですけど、その作品の第1期の第3話かな、うん、の特集エンディングで、その回でしか流れない特集エンディングがありまして、そこでチカちゃんがチカッとチカチカっていう誰も知らない曲がいきなり流れ始めて、チカちゃんなりのダンスでこう動いているっていうアニメーションがあったんですよ。 YouTube に上がってるんですけど、期間限定と書かれつつもう何年が経ったのでしょうかそう、その動画が、うん、なんか当時から今で言うとバズるっていう言葉でいいのかな、になってありがたいことに。で、なんかいろんな日本の国だけじゃなくて、海外のこうかぐや様ファンの方にも聞いていただいて踊っていただいてっていう風になったもので、言うたら私のことをこれをきっかけに知ったっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。そうそうそう、だから私にとってもたくさんこういろんなキャラソンを歌わせていただいた中、やっぱチカチカは、チカチカもすごく特別な曲の一つになりましたし、うん、なんか改めてこうかぐや様っていう作品の偉大さっていうものを知れたし、知れたというか感じますし、なんかこうやってかぐや様のこう輪が広がっていってるっていうのは非常に嬉しいなって思いました。あとはアニメーション一人で描かれているんですよ。そうそうそう。で、菅尾さんっていう女性ダンサーさんがいるんですけど、その方が振り付けを考えてくださって、で、私もなんだったら、まあ、この映像とは違うんだけど、音楽団っていう朗読劇の方で、かぐや様のね、チカとチカチカ実は踊ってるんですよ。そう。で、その振り付けというか、ダンスレッスンの時にも菅尾さん、こう、いてくださったりとか、なんかいろんな方のお力添えもあって、もう、チカチカって1分半、1分40秒ぐらいの映像なんですけど、もう作品だよね。作品を作り上げてくださった方がたくさんいて、なんか、本当に幸せなことだなって。あとはなんか、日本のアニメのすごい可能性を感じた。もちろん、いろんな、今放送されてる作品で、作画が綺麗な作品ってめちゃめちゃいっぱいあるじゃない？とか、日本のアニメの技術ってすごいのはわかるんだけど、たった1分30秒 ?40 秒ぐらいの映像に、それだけのなんかこう熱量とかパワーを込められるって、すごいなって、日本のチームってすごいなってこう思ったな。うん。だから今後もね、アニメ業界がこう盛り上がったら嬉しいなって感じました。はい。なんか3000万と言いつつ、4000とか5000って言ったら嬉しいね。引き続き、チカちゃん含め、かぐや様もよろしくお願いいたします。はい。
ってことで続けていきます。ココネームオルソさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。11月といえばサッカーワールドカップですね。はい。ココちゃんはサッカー見たりしますか？弟とお父さんがすごい好きで見てますね。アラサー世代の我々からすると同世代が中心となる最後のワールドカップなんですよ、という悲しい話をしたいわけではありません。実は私の小学生の頃のチームメイトが代表に選ばれたのです。あまりにも嬉しくて先日その頃のチームメイトを集めて同窓会をしてきました。17年ぶりに会う人もいましたが、不思議と会話が弾み心地の良い時間を過ごすことができました。幼い頃を過ごした友達って長く会っていなくても知らないことが多くなってしまっても通ずるところがあるような気がします。ココちゃんもそういう経験ありますか？ちなみに今回の日本代表26人のうちなんと8人が神奈川県出身なのです。そのうち、伊藤純也選手と遠藤航選手は92年度生まれで、ココちゃんと同学年ですね、という。いやー、すごいね。よかったね。というか、集まれたこともよかったね。いや、素晴らしい、素晴らしい。すごい、チームメイトが選ばれるってすごいね。いやー、大興奮だろうなー。そうだね、なんか、こう、なんだ？こういうオリンピックとかワールドカップとか、こう世界で活躍されてる方々が、自分が小学校とか中学校の時はさ、なんか、あ、年上の人たちが頑張ってるって感覚だったけど、やっぱ年齢重ねてくるとさ、同い年か、今はもうなんだったら年下の選手がさ、世界にこう羽ばたいていってる姿を見るとなんかすごいなーって思って、尊敬しかない。うん、なんかなんだろう、スポーツってさ、注目されてる時ってこうキラキラして見えるじゃない。だけどさ、どの競技もそうだけどさ、キラキラして見えるのって本当にその短い時間だけで、あとはもう地獄のような特訓とか練習とかをしてる時間があるから輝けるわけであって、だからそれをこうずっと長い時間かけて一つの競技をこう極めていってる選手の方々って本当に尊敬に値するなって思って、なんかいつも見ていますね。だから、いや、それが友人の一人ってすごいと思うよ、本当に。いや、ね、応援してます。てか、すごい、なんかこの写真を実はいただいたんですけど、送っていただいたんですけど、みんないい顔してるね。へぇ、幸せのお裾分けをしていただきました。ありがとうございます。では、続けて読んでいきます。ココネーム、柿の中のカニさんからいただきました。ありがとうございます。小原さん、こんばんは。こんばんは。先日、今シーズン初鍋をいただきました。我が家では主にキムチ鍋を作るのですが、鍋の材料を買いに行くついでに、無印良品さんによると、バターチキンカレー鍋など、たくさんの種類の鍋の素があり、お鍋の種類ってこんなに増えたんだとびっくりしました。自宅でするお鍋の選択肢がキムチ鍋かちゃんこくらいしかない自分には本当に驚愕でした。小原さんはもうお鍋始めましたか？また好きなお鍋は何ですか？自分はカニ鍋が好きです。なるほど。鍋ね、うち小原家はいろんなお鍋ありましたけど、でも、一緒、キムチ鍋が主だったかな。キムチ鍋で。そんなに辛くない、ちょっとピリッとするぐらいで、最後おじやみたいにして食べるっていうのが小原家だったんですけど、一人だとさ鍋全然やんないのよ。そう、食べきれなくて。ただ鍋ってさ太んないじゃん。あったかいし、あったかいから代謝上がるし、あとはなんだ、野菜がいっぱい取れるから、だから今年はたくさんお鍋チャレンジしようかなって思ってて、まだ小原は鍋、今シーズンの鍋はやってないんですけど、昨日さ無印行ったんだよ。そうで、この時期になると
クリスマス系のお菓子とかがたくさん並んでたんですけど、その中でもお鍋もわーって並んでて、そう、バターチキンカレー鍋買ったの。まだやってないけど。そう、どんななのか楽しみです。あと最近はごめんね、お鍋関係ないんですけど、朝と割と早い時間帯だったらコンビニのおにぎりとかご飯食べるんだけど、夜は最近オートミールとかにしてまして、あのね、おすすめの、あ、これやべ、オートミールじゃないおすすめのレシピ話してもいいですか？あのチヂミっぽいのを作ったんですけど、これもあの TikTok に上がったんですけど、あのお豆腐一丁かな、お豆腐をボウルに入れます、崩します。でそこに生卵を1個入れます、混ぜます。そしたら片栗粉を大さじ4でも、なんだろう、気にしてる人は大さじ2ぐらいでもいけるかもしれない。で混ぜます。でそこにキムチと、あとパラパラって振りかけるタイプのチーズを入れます。で混ぜます。そしたらごま油を敷いたフライパンにバッて入れます。そうすると、あの、ほんと綺麗に焼ける。で焼けたらひっくり返して、で追いチーズするんだけど、あのとろけるチーズあんじゃん、あの正方形の、あれをポンって乗せて、で蓋をして蒸し焼きにして3分。そうするともちもちしたちじみっていうか、うん、ができるんですけど、それがとっても美味しいです。あの、なんだろう、カロリーもそこまで高いってわけじゃないから、気になった人はぜひやってみてね。はい、ということでレシピの紹介をしていたふつおたの時間が終わってしまいました。ごめんなさい。ではでは、ここからは新コーナーです。お届けいたします。その名もココちゃん日記。かわいい BGM ですね。このコーナーはココラジのアイドル、ココちゃんの日常を 2,3 行の日記形式で送ってもらうコーナーです。アイドルだったんだ毎回ランダムで日付を決めるので、その日のココちゃんの日記には何て書いてあるのかを想像して送ってきてください。毎回コーナーの最後に、その日一番私の心に響いた日記を1枚選び、その文をイメージした絵日記風イラストを書いてツイッターに投稿します。ということで、今回は初回ということなので例題をいくつかご紹介していきます。ちなみに今回は放送日の11月20日の日記をご紹介したいと思います。では読んでいきます。11月20日、今日はお仕事がお休みだったからお買い物に行ってきたよ。もうお店はすっかりクリスマスムードだな。ココちゃんもみんなへのクリスマスプレゼント用意しなきゃ。 BGM のチョイスのセンスが素晴らしいあ、こういう感じね、こういう感じね。あ、お休みだから、あ、なんかいいね、いい感じだね、うん、なんかリアルだなって思った。じゃあ続けて読んでいきます。11月20日、最近ダイエットを始めたんだけど、さっきマネージャーさんからもらったマカロン食べちゃった。でもマカロンって軽いからきっと0キロカロリーだよね。すごい、急にこの BGM がアホみたいに聞こえてきたあーね、人からいただいたらね、そうなっちゃうよね。よくない、よくないんだけどね。うん。じゃあ続けて。11月20日、寒くなってきたから夜ご飯はおでんを食べたよ。いつも通りちくわをストロー代わりにしておでんの汁をすすったら、ちょっとしたやけどしちった。えへへ。作家さん、そういうイメージなんですか、私って。あ、うんって、え？それおでん食べるのは合ってる。ストローにしたことはない。これ全部作家さんのイメージです、きっと。じゃあ続けて読んでいくね。
11月20日、今日はとっても寒かったからマフラーを巻いて出かけようと思ったのに、間違えてとろろ昆布巻いてきちゃった。ココちゃんってばおっちょこちょい。もうなんかいいや。続けて。11月20日、秋の味覚といえばサンマ、梨、かぼちゃ、銀杏。一気に食べたかったから全部ミキサーにかけてジュースにしたよ。とっても美味しかった。いや、こんな30歳やべえだろ。続けて。11月20日、今日はピザの日なんだって。ピザっていろんな種類があって美味しいよね。せっかくだから L サイズのピザ112枚食べちゃった。まだまだ食べられそうだし、もう10枚追加で食べちゃおうかな。ダイエットとは112枚なんか食べれるわけない。あ、じゃあ続けていきますね。11月20日、もうすぐ勤労感謝の日だからいろんなものに感謝してみたよ。とりあえずブロッコリーさん、いつもビタミン C たくさんありがとう。なんだろう、作家さんが想像する私が心配になってきた。なるほどね、まだあるんだ。すごい、こんなに考えてくれたんだ、ありがとう。じゃあこれ最後ですか。あ、最後だそうです。11月20日、11月っていい〇〇の日が多いよね。せっかくだから今日11月20日はいい2階建てのお家の日に決定。この日に2階建てを建てるときっといいことが起こるよ。やったね。なんでいい2階建てのお家、あ、2階建てのお家。11月20日に家が建ったという方はぜひ教えてください。なるほど、なるほど、なるほど。はあ、みんなが想像する私のイメージとどれぐらい当てはまっていたでしょうか。どうかその通りというコメントが流れないことを祈ります。はい、ということでやってきましたが、どうしようかな、どうしようかな、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。とろろ昆布巻いちゃったんだ。あ、でもどれも同じ人か。あ、はい。今回のイラストはペンネーム、作家さんが書いてくださった。勤労感謝の日だからブロッコリーさんに感謝するというのを、絵にしたいと思います。はい、私画力があまりないんですよ。だから期待しないでくださいね。はい、放送後のツイッターをお楽しみに。そして機会、そう、それでは皆さんに募集する日記の日付を決めたいと思います。次の日付は12月の引きます。てん。あ、12月25日です。クリスマスですね。全然クリスマスじゃなくてもいいですよ。クリスマスでもいいし、この日私が何をしているかを想像してこう考えて、ぜひ書いてきてください。よろしくお願いします。皆さんからのお便りお待ちしております。お送りしてきました小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛
先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や不登壇何でも構いませんよ。ぜひ新コーナーへのねメールもよろしくお願いいたします。そしてメールを送る際は郵便番号、住所、本名を忘れずにお願いいたしますね。神さんだったからごまかしちゃった。はい、今回のステッカーなんですけれども、ココネームオルソさんにお送りしたいと思います。小学校の頃のチームメイトが代表に選ばれるってもうみんな喜ばしい、みんなが喜んだエピソードだろうね。いやとってもめでたいです。頑張っていただきたいですね。はい、幸せのお裾分けをしていただいたので丸いステッカーをお送りしたいと思います。はい、そして現在 A&G ショップにて A&G オールスターで発売されたイベントオリジナルグッズが発売中です。オリジナルのあの番組ロゴのアクキーなんかもあるのでお揃いにしてもらえたら嬉しいです。あれひっくり返すとねサインが入ってるの、あの直筆じゃなくてプリントだけど、でもうん、なんかせっかくのこう記念になると思うのでよかったらお願いします。では私からのお知らせです。アイアイスクリーンダブルにてストッチを演じております。その他いろんな作品にお邪魔していますのでよかったら見てみてください。そして小原好み公式 YouTube チャンネルを開設いたしました。チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。はい、ということでいろんなお話してきたんですけれども、私としてはあの冒頭話したね、ちょっとふざけてこう言ったけど、ツッチとの共演って本当にずっと二人で願っていたんですよ。そう、でももう丸5年経つんですよ、魔法陣ぐるぐるから。でも全然叶わなくて、いやちょっとしたこう共演はあるんだけど、メイン同士っていうのはやっぱなくて、いつかいつかってこう言っていたらこんな嬉しいタイミングで共演することができてとっても嬉しいです。はい、ぜひ楽しみにしていてください。そして今日は見た祭がありましたね。どうだったんでしょうか。きっと楽しかったんだろうなと思うんですけど、お客さんを目の前に私一人だけでこうお話ししていくってイベントは本当、京都大学さん以来なので、はい、きっと私も緊張しつつ楽しんだことでしょう。ぜひ感想あったら皆さん送ってください。よろしくお願いします。そして今回の今週の一言はココネーム LS 涼介さんです。お酒の力を借りた女の子だそうです。なんでしょうね、なんでしょうね。はい、ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。売ってます、売ってますよ。だってお酒の力でも借りないと君に好きっている気がしなかったんだもん。私はお酒の力は借りませんよ。はい、また来週。